君こそアスリート。今回は陸上長距離、松下夢乃選手11歳。4年生の時に全国小学生ランキング1位の経験もある今注目のアスリートです。とにかくなんか走ることが面白くて楽しいですね。松下選手は須賀川市を拠点に活動するスポーツ少年団津戸屋ランナーズに所属しています。練習に入るとスイッチが入って、上級生の背中を追って前に前にっていうんですね。練習では、取り組んでます。兄の影響で4歳から陸上を始めた松下選手。これまで出場した大会の優勝回数はなんと62回。数々の大会新記録も出しています。自分なら絶対いけると思って強い気持ちで頑張って走ってます。1500m の自分の自己ベストが5分4秒なので5分を切りたいと思ってます。長距離って体幹がしっかりしてないとですね、走れないっていうこともあるので、練習の前の体幹トレとかアップメニューとしてドリルなんかを中心にやってます。強さの秘密は4歳から続けている朝練。およそ4キロの山道を毎朝走っています。朝のいい空気とか吸ってとても気持ちよくなるし、小さい時からなんかその山練とか朝練とかがとても大好きで、毎朝とか毎日のルーティンになってます。山道で鍛えた足腰が松下選手の力強い走りを作り出しています。津村や幸吉選手とか相澤選手とか目指して頑張ってます。全国一で日本一になりたいです。